オーガスタス・エヴァレット・ウィルソンは20世紀初期アメリカ合衆国の政治家、弁護士であり、1907年から1911年まで第36代ケンタッキー州知事を務めた。12歳の時に孤児になり、ニューイングランドの親戚のところに行って養育された。このことで、兄の詩人フォーサイス・ウィルソンとの関わりから、ラルフ・アルド・エマーソン、ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェロー、 オリバー・ウェンデル・ホームズ・シニア、ジェームズ・ラッセル・ローエル等文学会の巨匠と接することになった。また、ハーバード大学に入学する機会も与えられ、1869年に学士、1872年に修士号を得た。卒業後は、後のアメリカ合衆国最高裁判所、賠責判事ジョン・マーシャル・ハーランの法律会社で職を得た。ウィルソンとハーランは、 中世の友人となり、ハーランと交わったことで、共和党への支持が強くなった。ケンタッキー州は民主党の強い州であり、共和党員のウィルソンは公職を求めて何度か敗北を味わったが、二度目の挑戦で、ケンタッキー州知事に当選した。ブラックパッチタバコ戦争の扱いと民主党州知事、ウィリアム・ゴーベル暗殺に関わったとされる数人に恩赦を与えたことで、 民主党が支配するケンタッキー州議会の怒りを買った。その結果、提案した改革のほとんどが議会で検討されることもなかった。州知事の任期は1911年で終わり、1914年にアメリカ合衆国上院議員の議席を求めたが、落選した。その後はルイビルに戻り、そこで1931年に死んだ。 オーガスタス・エヴァレット・ウィルソンは1846年10月13日に、ケンタッキー州、メイズビールで生まれた。父は、ハイラム・ウィルソン。母は、アンコルビンであり、その二人目の子供だった。生まれた翌年、父が家族を連れて、ケンタッキー州コビントンに移転した。1852年、家族は再度インディアナ州ニューオールバニーに移転した。1856年、母が死んだ。 その3年後、1859年に父も死に、ウィルソンは12歳で孤児になった。ウィルソンと妹はニューヨーク州アリゲーニー郡の祖母のところに行って、共に住んだ。ウィルソンは、その後マサチューセッツ州ケンブリッジに移動し、ある程度名を知られた詩人だった兄ホーサイスと共に、住んだ。ここでは、ラルフ・ワールド・エマーソン、ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェロー、オリバー・ウェンデル・ホームズ・シニア、 ジェームズ・ラッセル・ローエル等文学会の巨匠と接することになった。ウィルソンはニューヨーク州でアルフレッド・アカデミーの予備コースに入った。後に1年間ケンブリッジの予備校に入った後、1865年にハーバード大学に入学した。ウィルソンがハーバードの2年生の時にフォーサイスが末期患者となり、その看護のために短期間だが勉学ができない時期があった。 フォーサイスの死後、ウィルソンは学業を再開し、1869年には学士号を受けた。卒業後はハーバード法学校で学び、1872年に修士号を受けた。ボストンのロスロップ・ビショップリンカーン法律会社でも法律を勉強した。1870年にはニューオルバニーに戻っており、そこでは インディアナ州議会議員マイケル・シーカーと共に生活し、法廷弁護士として認められた。1874年、カーが、ウィルソンのために紹介状を書き、ルイビルのジョン・マーシャル・ハーランの法律会社での職に応募した。ハーランはウィルソンについて、私が出会った中でも最大級に利発な若者と表現していた。この二人は、修正の友となり、ハーランと交わったことで、 共和党への支持が強くなった。ウィルソンはハーランの会社で一般社員となり、1877年にハーランがアメリカ合衆国最高裁判所売席判事に指名されるまで在籍した。ウィルソンは1875年にベンジャミン・ブリス島の下でアメリカ合衆国財務省の主席事務官に指名されて、その政令期が始まった。 この職は1875年12月から1876年8月まで務め、これを辞した後はルイビルでの法律実務に戻った。1877年、ウィルソンはメアリー・エリザベス・エキンと結婚した。夫妻の唯一人の子供は幼くして死んだ。民主党が圧倒的なケンタッキー州にあって、共和党員のウィルソンは公職を求めても何度か、 落選を味わった。1879年にケンタッキー州上院議員選挙に出馬して落選したのがその一連の落選の始まりだった。1884年のアメリカが州国会議員第5選挙区で落選した後、1886年、1888年、1892年と出るたびに落選した。 共和党全国大会では1884年、1888年、1892年、1904年、1908年、1916年にケンタッキー州の大議員になった。1897年、インディアナ州インディアナポリスで開催された全国金融会議では執行委員会の一員となり、強い通貨という立場を提唱した。 1903年、ウィルソンは州知事選挙で共和党の公認を求めた。1895年にケンタッキー州では初の共和党員州知事になったウィリアム・オーブラッドリーの後ろ盾を得ていた。指名大会で候補になった者には、ルイビルの事業家モリス・ウィーベルナップがいた。大会の大議員に関する審査でウィルソンに不利な判断が出た後、ウィルソンは 指名争いから降りた。ブラッドリーは、党が候補者の後にまとまらなかったことに起こり、大会をボイコットした。知事選挙では、ベルナップが民主党候補の JCW ベッカムに簡単に敗れた。1907年、ウィルソンは満場一致で共和党の知事候補に選ばれた。ウィルソンの対抗馬は2年前の指名大会で、選ばれていた。 民主党のベッカム知事は党を説得して予備選挙を早く行うことで1908年のアメリカ合衆国上院議員選挙で自身の候補指名を確保するとともに知事を続けられるようにした。さらに自分の後継者選びにも影響力を行使できるようにした。知事としての影響力を使い党の知事候補としてサミュエル・ウィルバー・ヘイガーを選ばせていた。 選挙戦での問題は続いていたブラックパッチタバコ戦争だった。ヘーガーはベッカム知事がその任期の間に続いた暴力沙汰をほとんど無視してきており、その知事が自ら選んだ候補者であるという汚点を抱えていた。一方でウィルソンはアメリカンタバコカンパニーの代理人を2度務めていた。この会社の召集官が農民たちの不満と暴力の原因だった。 民主党はこの問題を重視し、ウィルソンは農民の窮状に同情していないという非難にも、ほとんど反論しようとしなかった。ヘイガーは紛争の当事者両方にアピールしようとしたが、最後はどちらからも支持を失った。ウィルソンの立場は、暴力の州という評判を終わらせたい、都市部有権者に訴えた。それが州の農夫に対して、タバコ産業の側につくことを意味してもだった。 選挙ではウィルソンが214,481票を獲得し、196,428票のヘーガーを抑えた。少数党候補にもいくらかの票は入っていた。都市部からの強い支持がウィルソンを選ばせる方向に働いた。ウィルソンの得た1万8000という票差の半分はルイ・ビル氏での票差と同等だった。共和党は、 ルイビル氏とパドゥーカ氏の市長選挙も制した。さらにヘーガーとベッカム知事の友人との間にあった意見の不一致がヘーガーに対するベッカムの支持を絞ませた。禁止運動を好んだ有権者、すなわち禁止皇帝の姿勢ゆえにベッカムの強力な支持者がこの問題についてはっきりしないヘーガーを見限った。ウィルソンは1907年12月10日に宣誓して就任した。 ほぼその直後に、ブラックパッチタバコ戦争への対処の仕方で、民主党の支配する衆議会の怒りを買った。ベッカムが行動しなかったのとは、対照的に、ウィルソンは即座に州兵を出動させ、州西部の20軍での戒厳令を宣言した。軍隊は助けになったが、総勢で300名以上になることはなく、暴力沙汰を終わらせる主要員にはならなかった。議会で、 敵対的な民主党は調査委員会を作り、ウィルソンが文民党局の正式な要請なしに軍隊を召集したことで州憲法に違反する罪があるとしようとした。ウィルソンはナイトライダーズに侵入するスパイを送り込んでもいた。この組織は暴力行為の大半を実行した自警団組織であり、どの地方役人が彼らを支持しているか見極めようとした。 ナイトライダーの一人を殺した、いかなる者も、恩赦を出すと公言した。この判断はいくつかの新聞で有効な抑止手段だと指示されたが、さらなる無法状態を奨励する者と批判する者もいた。ウィルソンの干渉は、最終的に、暴力沙汰を終わらせるにはあまり効果がなかった。1908年、裁判所が、ナイトライダーズに対する有罪判決を出すようになったが、 その指導者の多くは有罪を免れていた。1909年ケンタッキー州、選出アメリカ合衆国会議員、オーガスタス・スタンレーが提案した法案で、タバコにかけられた国税を除去し、1911年には、アメリカ合衆国最高裁判所が、アメリカンタバコカンパニーは反トラスト法に違反しているという裁定を出した。これらで来事のそれぞれが、 タバコの価格を上げることに貢献し、暴力的な農夫をなだめることになった。ウィルソンは、1900年のウィリアム・ゴーベル知事暗殺に連座して、有罪とされた数人に恩赦を発行することで、議会とさらに疎遠になった。その対象者には、元共和党州知事ウィリアム・エス・テイラーや、テイラーの州務長官、ケイレブ・パワーズが含まれていた。暗殺に連座して、有罪とされたが、 共犯証言者になったヘンリー・ユートシーには、恩赦が出されず、民主党からテイラーとパワーズの恩赦を通り優先と言わせることになった。ゴーベルの肖像画が、州の小切手や文書から除去され、エーブラハム・リン・カーン、ヘンリー・クレイ、ジョン・ブレッキン・リッの肖像画で置き換えられることになった。州議会の1九0年会期は、教育議会とも言われた。その最も重要な成果は、 州内全軍に高校を設立する議案を通したことだった。さらに州立大学と改名された大学への資金手当を増加させ、学校の出席規定を強化させた。その他の進歩的改善も成立した。例えば児童労働法の強化版、少年裁判所体系設立の方などだった。競馬の場外馬券売買は違法とされ、妊娠中絶は犯罪と規定された。 1910年に議会に対して行われた2年経過演説では、隣接州のインディアナ州で最近成立した州法に基づき統一された会計システムを要求した。選挙費用について完全公開を要求する手段も提唱した。議会のウィルソンに対する敵意のために知事が提案した事項や、 税制改革や選挙区再配置など必要な立法にも議会はほとんど検討しなかった。ウィルソンが提唱していた改革は後の民主党政権で成立することになった。この時期に成立した数少ない法には電気椅子による処刑を極刑の合法形態としたこと、公務員に1日8時間労働制を確立したことがあった。ウィルソンは州外ではいくらか高い評価を得ていた。 1908年、ハーバード大学が名誉法学博士号を授与した。1908年にはまた、セオドアル・リューズベルト大統領がワシントン DC で州知事の集会を招集し、自然資源の保護について話し合わせた。ウィルソンはこの集会の議長に選ばれ、その集会は全米知事協会と呼ばれるようになった。この集会は毎年開催される。 知事集会に関する関心を増させ、1910年には、ウィルソンが2回目の会議を組織し、再度議長に選出された。均一な州法を提案する知事の議会を提唱する者も,もいたが、ウィルソンの開会挨拶は、全国的な知事の会議を意図するものではないことを明らかにしていた。この集会はいかなる法的権限も持たないとウィルソンは述べた。知事の議会ではなく、 単に日時の会合であると、1911年の州知事選挙で共和党はウィルソンの政権を称賛するか軽視するかで分裂した。ブラックパッチタバコ戦争における暴力を鎮めるための行動とテイラーとパワーズに対する恩赦は多くの有権者に不人気だった。次の候補者エドワードーオリアはウィルソン政権にとってそこそこの評価ということだった。 ウィルソンはこのためらいに腹を立て、オリアの選挙運動には大した応援もしなかった。元知事のブラッドリーも、オリアの選択には同意せず、選挙には最小の関わりしかしなかった。候補者の背後で党がまとまらなかったことで、民主党のジェームズ・マクリアリーが容易に当選することになった。ウィルソンは、州知事の任期が明けた後に、ルイビルでの法律実務に戻った。 1910年から1919 19年まで、ハーバード大学監督委員を務めた。1914年、アメリカ合衆国上院議員ジョンソン・カムデン・ジュニアの公認候補になった。アメリカ合衆国憲法修正第17条が成立してから州内最初の上院議員選挙であり、すなわち衆議会での投票ではなく、選挙民の投票で上院議員が選ばれることになった。 この議席はもともと元知事のブラッドリーが持っていたが、在任中に死亡した。マクリアリー知事が、ブラッドリーの残り任期を埋める者として、カムデンを指名したが、カムデンは JCW ベッカムが出馬できるように、次の選挙には出馬しないと合意していた。共和党の予備選挙ではウィルソンが、リチャード・ピー・エルンストを破った。知事選挙では、ウィルソンの知事としての不人気さに、 当時のアメリカ合衆国大統領、民主党のウッドロー・ウィルソンの圧倒的人気が組み合わされ、ベッカムが3万2千票秒以上の差で当選した。この選挙がウィルソンにとっては最後のものになった。ウィルソンは1931年8月24日に死亡し、ルイビルのケーブヒル墓地に埋葬されている。A. アップルトンザ・ナショナルがバナーズ、アソシエーション・ディスト・ザ・ネーム・アズ・エキン。 パウエルサグジェスツエルキン、ホワイルハリスンリスツエキンス、ザコレクトスペリングイズエキン、シーワズザドーターオブジェネラルジェームズエエエキン。ありがとうございます。